こんばんは皆様。最近は配信多くて嬉しい、よかった。多いよね自分でもびっくり。ちょっと待って、なんかメールでショールームしますっていうのを書いてさっき送ったら遅れてなかったのね。だから今さっき2分前ぐらいに送り直したので、メール見て気づいた方申し訳ないんですけど、ちょっと7時半からショールームしますって、多分あと10分15分後ぐらいに届くかもしれない。トレーナー今日さ、メイクしてなくてリップとあとちょっとクリーム塗っただけなので、今日っていうか今日もなんですけど、ごめんねって感じ。スクショと画面録画はご自身のみでお楽しみください。と顔が整ってないのですいません。完成されてないのよ、全然全く。本当に今日は土曜日だってことを気づきました。なんか人多いなって思ったんだよね。今日ちょっとお買い物したんだけど、人多いなって思ったら土曜日だった。ピアスは黒のハートみたいな感じ。今日事務所行った時になくしていたこのネックレスを見つけました。嬉しい。嬉しい。なんかね、昨日の公演の時毎回ネックレスをこう衣装さんが着替える時に外してくれるんだけど、その時にテーブルの上に自分の場所があってそこに置いてたので、結構私アクセサリーをこうやってつけるから全部外すのね、こういうのもう全部腕とかで全部外して全部綺麗にこうやって毎回並べてんの。でもなんか昨日終わって公演終わって反省会の時に、反省会前にあの着替えてこうやってつけるんだけど、また自分のアクセサリーを。でこういうのはちょっと爪が長いからね、つけてもらうの全部。でも多分昨日つけてもらってなくてネックレスを、てかもうその時点でその並べられてる場所になかったのよ。どこへ行ったんだかで私もネックレスをつけてないっていうことを今日思い出してっていうか鏡見てて、あれネックレスない
って気づいて、でその後ちょうど事務所に行く仕事があったので、行った時に衣装さんとメイクさんから、これさえちゃんのネックレスじゃないって言われて見つかったの。最高。本当感謝。よかったって話。よかったよかった。てかなんかいつも衣装さんに外してもらったりつけてもらったりするからこそ覚えててくれたのね、さえのだってこと。よかったよかった。やっぱ名前とか書けないからさ、さえちゃんってピアスだよ。やっぱさ、ねえ、買い直せばいいけど、でもやっぱそのゆきちさんを何枚も出すちょっとねって思って、どこ行っちゃったんだろうって思って、もし床に落ちてたりしたら掃除機で吸い取られてたかもしれないじゃん、いろいろ考えて、あーショック悲しいって思って、チャットにも嘆きましたけど、危ない危ない。なんかやっぱこういうなんか細いネックレス、華奢なとかそういうのが好きなの。だからこういうのって本当に目を離すとなくなっちゃうからさ、危ないよね。軟骨ピアス可愛いんだけどね、なんか今つけてるのがさ本当に何もないシルバーのやつなの。なんか可愛いのつけなきゃ。プレゼントしてくれるわけ？やったやったー。あ、そうだ、すごい一人で喋ってる私。今からそう右だけ、本当はこっちに開けてたんだけど、ピアスを開ける病院みたいなお店みたいなところで、あ、こっち開けたんだけど、撮影の時に外したら取れちゃう塞がっちゃって、でこっちで開け直しました。アクセサリーは自前っていうか、その衣装着てる時は全部衣装のやつだから、衣装の時は全部イヤリングなのよ。ピアスがないからさ、衣装の時そう、シューのキスの花びらっていう曲があるんですけど、キスの花びらの MV 撮影の時は
なんかその東京の衣装さんがイヤリングかピアスどっちって言われて、ピアス開いてますって言ったら、ピアスをこう当て込んでくれて、このピアスでいいんじゃないみたいな。だからシューのキスの花びらの MV だけピアスつけてます、私。そう、衣装の時はやっぱこう私の衣装を他の子が着ることもあるからさ、例えばさやが休園の時とかは目撃者の衣装だって他の子が着たりするから、だから私だけピアスとかはなくて、もうみんなイヤリングなんですけど、そのシューのやつは私しか使わないからって感じ。塞がるなんてあるんだよ、骨じゃん軟骨って。だから塞がりやすいんだって。キスの花びらの MV は本当に今までで一番過酷な MV、 ある意味私の中で一番過酷なMV でした。私のソロシーンが枕をこう叩きつけて中の羽をバーって出すシーン、すごい爪当たっちゃった、羽がバーってなるシーンなんだけど、その中でこう泣いたり叫んだりわーってなってるシーンなんですよ。で、わーってなるからもう息を吸うたびに全部羽が入っちゃうの。それでもう危なかった、本当に。今だから言えるけど、もうあれすごいんだよ、すごい綺麗だし、この写真とかをおっしゃってもらったんだけど、すっごいいいの、羽がバーって舞ってて、すっごい綺麗なんだけど、すっごい大変だった。もうある意味涙出てきたね、苦しくて。そうそう、シューがもうそれぞれ失恋してん、最悪男にみたいなイメージ。浮気されちゃったのかな、7人が。もしかしたら7人とも同じ男だった説あるね、あれは。全員同じ人に持って遊ばれた説で、そういう人たちに招待状が届いて、みんなでみんなその招待状を持ってて集まって会食してたみたいな。復讐の計画でも立ててたのかな。考察です。ちょっとこの配信終わったらまたみんなもう一回見てみてください、私の羽のシーン。さえちゃんのうちわが届かなくてブチギレ。さえのうちわ皆さん見ました？ちょっとすごい楽屋が映ってるから、これもうちょっと画面録画絶対しないでほしいんだけど、ここにいる人だけに見せるね。あ、待って、渋井ちゃんが私のうちわを持って遊んでんだけど、ちょっと反射して見えない、かわいい、こうやって遊んでんのよ。
なるかな。誰これ可愛くない？こういうのがいっぱいあるの。こっち向いたように見える。しずいちゃん何お気に入りなさいです。なんかよくわかんないんだけどさ、こういう動画がいっぱいあるのよ。中に見せて。こっちがさえちゃんで、こっちがみのちゃん。みのちゃんいらないです。そっちでお願いします。かわいいよね。こうやってリハ終わりに遊んでました。こうやって皆さんぜひ楽しんで使ってください。うちは。みのちゃんいらないって言われてた。可愛いでしょ。チャットかなんかに今度送るね。なんかあんま楽屋が映りすぎててちょっと表に出しづらいので、チャットに送りたいと思います。ずっとあれなんだよ、渋井先生は。もう本当にちょっと X 更新していいですか。ななかの声聞いて泣きそうになった。ねえ、ななかちゃん今日休園になっちゃったんだよね、野中がね。連絡してんだけどね。ちょっと X 更新したいと思います。新しい生写が出たので、それの今回の衣装は客室乗務員ってことは、アテンションプリーズか。アテンションプリーズ、注目してくださいみたいな。乗せます。そう、CA さん、ななかのキサグ見ました。あえてお飲み物何しますか。お飲み物ね。え、みんなもらう派？飲み物。みんな飲み物もらう派ですか？飛行機乗ったら。さあ、あんまもらわないんだよね。なんか自分で持ってっちゃうからあんまもらわないけど、もらうとしたらリンゴジュース。みんなは何？もらう？なんか買っていくからさ、スタバとかなんか何かしら。わかる、寝てること多いそのタイミングの時寝てることも多い。確かに
URL。 リンゴジュースだろ絶対に。かコンソメスープみたいなやつ、あのスープ。載せたよ、変な動画付き、見てね。動画つけた。アテンションプリーズ動画。いいねしてね、みんな。おお早い、皆さん。素晴らしい。最近さえちゃんおっしゃった画像より動画率多いでしょ。なんかみんな画像なこと多いから、ちょっと変えてみようと思って動画撮り始めてなんとなく。でも全部をその全部の衣装で動画撮れてるわけじゃないんだけど、なんか動いてる私の方が嬉しいかなと思ってわかんないけど、だから撮れる時はちょっと動画にしてみたりしちゃってます。はい、皆さんへの福利厚生、熱いでしょ。この前もう生写撮影あって、割と動画撮ったんだけど、なんかあの携帯がすごい調子悪くて、その日重たくて撮ったのに保存できてなかったんですよ。最悪。めっちゃ撮ったのに可愛いの。嘘、可愛くない。割と変顔しちゃったりしてる動画も消えちゃって、泣きました。でもちょうどその以上の時にななかがオフショット、結構ななかにこう撮ってもらったので、まあ写真はあるのでそれは写真載せますけど、ちょっとねショック。ショックです。ホワイト企業ですね。さやちゃんのコンサートのうちは買います。ありがとうございます、嬉しい。タオルもタオルもうちはもうアクスタみたいな、ちっちゃいアクスタとかも全部かわいい。さやちゃんとエミリーの iPhone って今何？ルシェラのケース送った。嬉しい。でもさや iPhone15 に変えようと思ってるから、15いいかも。エミリー来てみよう。
エミリーは13プロマックスだって。13プロマックス。え、ちょっと待って、 iPhone15 Pro もあるのか。どれにしよう。さえケース変えたいんだけど。わっ、田辺っちさんありがとう。今日もありがとね。この前もくれた、嬉しい。元気にしているのかい。今エミリーに聞いたの。待て待て、えぐい。そのファンの方送ってくれたらマジ感謝感謝って言ってます。13プロマックスってエミリーは。さえは何が違うわけ。 iPhone15 と Pro は何が違う。限定的な。iPhone、 私ずっと Pro Max なんですけど、ちょっと大きくて片手で持てないから、割ともう Pro Max やめようかなって思ってるんだよね。 Pro にしようかな。あー、カメラとか性能が違うのか。iPhone15 Plus、 iPhone15 Pro Max。 マジ？どれにしよう。本当だ、モデルを比較するわ。iPhone15 Pro。 わっ、ピンクあるの？プラスだと。そうなんだ。まあピンクじゃなくてもいいか。iPhone15 か15 Pro。 やっぱり15 Pro にしようかな。写真撮ること多いからプロ、あ、マジか。プロにしよう、じゃあ。iPhone15 Pro にしようっと。いや、ケースしたらピンクも別に見えんしなーって思って。やっぱ私たちってその資料とか振りの映像とかもう全部携帯で見るから容量が大変なのよ。
明日はひな祭り。ララララララって何の歌？鬼は外だった。違う違う、ひな、ひな祭りの歌ってなんだっけ。ひな祭りじゃないな、鬼は違う違うなんだ、鬼は外のリズムしか出てこないんだけど、おだいり、おだいり様とおひな様か、ひな祭り、ひな祭りみたいな歌なかったっけ。ラララララお庭外、ちらし寿司ってこと？ちらし寿司ってことか。明日は明かりをつけましょうか。ああ、え、鬼は外ってメロディあるよ。鬼は外、服はうちでしょ。パラッパラッパラッパラ、豆の音。え、これ知らないの？めっちゃちっちゃい頃なんか歌わされない。初めて聞いた。え、嘘。あるよね。鬼は外、え、聞いたことないの？なんかののかちゃんとか歌ってないのかな。ののちゃん、のんちゃん歌ってるでしょ絶対。歌ってないのかな。節分の歌初耳。そうなの？有名曲だと思ってたんだけど。鬼は外だよ。ののかちゃん歌ってないの？ねえ、ののちゃんさ、本当に大きくなってて、しかも妹ちゃんもめっちゃね似てて可愛いよね。癒される。インスタ拝見しております。のんちゃんめっちゃお姉さん。かわいい。でもちょっと見つけられなかった。かわいいよね。本当に可愛い。
妹、そう、卒業して妹が高校卒業して、で、なんか髪を染めたいって言ってて、今の時期だけね。だからまあお姉ちゃんとして美容室を予約してあげて、卒業祝いということで、あのお支払いまでしました。いいお姉ちゃん。素晴らしいよなんかもうバチバチにブリーチしたいって言ってたからあの それも全部言って、やっぱブリーチした方が綺麗にさカラー入るからさ、だからそうブリーチしてカラー入れてみたいな。可愛かったよ、色。なんかそんな明るいとかじゃん。明るいのかどうなの。若干ピンク入ってる感じで、いい色。私もしたいなって思った。すみません、僕も染めたいので予約お願いします。ああ、あれ妹だったっけ。もう昨日すぐ染めに行って動画が送られてきたから見てて、でサイとゆうなちゃんが着替え場隣なんだけど、すぐゆうなちゃんに、うんちゃん、サイの妹ね、なにちゃん染めたっぽいよって見てって言って見せたら、大きくなったねって言ってて、ゆうなちゃんの妹もめっちゃちっちゃいの。そうで、その子も初期の頃何回か会ったことあるし、さえは LINE も知ってんだけどね。でその子も大きくなってるって、なんていうんだろう、二人ですごい、そう、親みたいな、ね、大きくなったよねうちらの妹っつって話してた。ゆうなちゃんの妹はまだ何歳だろう、結構まだ若いけど、でも私たちからしたらマジでもうちっこい時を知ってるからこそ、え、大きくなったねって話して、そう、ゆなもさえの妹、ま、なにちゃんって呼んでんだけど、名前で、なにちゃんもう髪染めるのとかやって親目線、あのナイナイちゃんが髪染めブリーチとか言ってびっくりしてた。サヤの妹とユナの妹はサヤの妹の方が全然年上なんだけど、でもやっぱ昔はその一緒に事務所行って、ママと妹とサヤで事務所行ってとかもあったから、そういう時に会ったりしてたからさ、マジなんかもう親戚みたいな、親戚の子がなんか成長してる感じ。です。兄ちゃんの弟とは、兄ちゃんの弟は知り合いじゃないというか。話したことないけど、
みーちゃんのお兄ちゃんとは電話したことある。そう、サイミリーハウスにみーちゃんが来た時になんかサイとエミリーでヤッホーとか言って出ました。そう、迷惑だっただろうな。名前ですごい、なにちゃん、お兄ちゃんだけどね、ヤッホーって言ってサイミリーに絡まれるみーちゃんのお兄ちゃん。絶対早く切りたかったやろうな、サイミリーで切らないで、待って切らないでとか言ってさ、絶対嫌だったよね。なんでなんで、テレビ電話にして顔見せてとか言って、って言いながら、違うわ、みーちゃんが来た時じゃなくて、思い出した、みーちゃんとサイが電話してて、でその時にそうだそうだそうだ、みーちゃんはいなくて、サイとエミリーが家いて、サイがみーちゃんと電話してたので、みーちゃんにテレビ電話ちょっとつけてって言ってつけてもらった時に映してもらって、お兄ちゃんですごい話しかけてた。エミリーが「みしゃけもっと映して、もっとお兄ちゃん映して」とか言って、みーちゃんもこう一瞬チラッとかするんだけど、もっと映してで、サイとエミリーでずっと見して見して、顔見してと絶対うるさい、ごめんなさい、荒牧家みなさんまに謝りたい、絶対うるさいもん。だってさ、あのテレビ電話ってさ、もうスピーカーになるじゃん、だからもう私たちの声が多分荒牧家に、荒牧家中に響き渡ったと思う。お兄ちゃんこっち向いてわーとか言ってやだね、そんなそんな同期、ごめんねみーちゃん、でもなんか嬉しくなっちゃって、やっぱレアキャラだから。っていう、あー面白い、もう一回電話したいな、人んちの家族に電話するっていう。愛理ちゃんのママの電話番号もちょっと知っちゃったから、愛知携帯落とした事件の時に、新大阪駅携帯紛失事件の時に私が愛知ママとやり取りしてたから、愛理ちゃんママにもいつもありがとうございます。電話しなきゃかな。なんか私のグッズを買ってくれたみたいなの聞いたんですよ、愛理ちゃんに。愛知ママがサイのグッズをなんか買ってくれたと聞いたんですけど。え、娘？あれ？なんで買ってくれたかわかんないけど、なんかって聞いたんですけど、さすがにさすがにお礼しな、お礼のお電話差し上げなきゃかな。
推してる女さんメンバーの親と知り合いすぎる。いや私なんかメンバー親人気高いんですよね。なんか自分で言うのもあれですけど、みくりんママとか握手会行きたことあるし、モカのママとか、あまねのママ、誰のママだとか、あかりのママもだし、結構なんかさやちゃん大好きだよってすごい言ってくれるの。会うたびとか、何々の推しメン登録したからねとか、えありがとうございます、そんなさ、あとメンバーのお兄ちゃんとか、ハーチのお兄ちゃんもなんか前作れたんだよなとか、誰かのパパも作れてたなんかご家族親兄弟人気だから、私のレーンに来たことある人はミクのママとすれ違ってる可能性ありますね。ソナのお姉ちゃんとかも近いしさ、結構言ってくれるの、なんか嬉しい。ミクリンママはもう何度も話してるけど、支えたいですって言いに来てくれたさやちゃん支えたいだからそう、ありがたい。あーちゃんとこのお母様はグッズしっかり買う人だから親近感。あーそっか、あかりママはね、そうだね、次は6期のお母様お父様を狙っていきたいと思いますやっぱまだちょっと関わりがこうあまりないので、そうですね、意気込んでいきます。ミクのドラマ見ました。もうミクがずっとリハの時とかもうやばいよって言ってて、ちょっとなんかこんな感じってちょっと見せてくれたりしてたんですけど、やばいね。みんな見てください、ミクのドラマ。でもやばい本当にすごいよ。マジで本当になんかこんな感じで見ちゃうって感じ、ほぼ見てるけど、こうやってってなるすごいから、でも超かわいい。ミクのツインテールが本当に可愛い。あ、ナコのドラマもね、すごかった。なんかやっぱそういうシーンがあるとこうなりますね。うん。でも1話からやばいってずっとミク言ってたから。
どうやばいんだって思って見たら本当にやばかった。こっからどうなるんだろうね。ちょっと刺激が強いですが、皆さんミクが可愛いので見てください。そろそろ終わりますね。皆さんありがとうございました。ランキング読みます。13位ケンタさん、12位キタさん、11位シルちゃん、10位バル86さん、9位シュンタロウさん、8位タイスケさん、7位カッツン、6位伊豆こしょうさん、5位竹ぼすさん、4位まつくん、3位アローンさん、2位いっさん、1位たなべっちさん。見に来てくださったみんなありがとうございました。今日はスクショも録画もしないでと言いましたが、スクショだけは OK にします。今からはい、皆さんご自分で保管ということで、すみません。次はちゃんとメイクしてやりますね。ありがとうございました。そっか、3月初めての配信だ。3月もよろしく。またねー。